早朝より富士通メイレンス200便日本航空との共同運航便新州松本空港行きご搭乗いただきまして誠にありがとうございます。運航状況の説明をさせていただきます。先ほど福岡空港を離陸いたしまして現在巡航高度3万7千フィート、メートル換算いたしまして1万1300メートルを順調に飛行しております。本日皆様の新州松本空港到着のお時間は現在のところ定刻9時45分9時45分前後がまた利用を予定しております。新州松本空港最新の天気情報によりますと天候は現在、雪が降っておりまして地上気温は摂氏マイナス5度の報告を受けております。この先途中距離の飛行状況ですが、上空につきましては、風の変化でところどころ軽い揺れが、予想されております。またこの後松本空港への最終進入に入りますと、雲の影響を受けましてところどころ強く揺れることがございます。飛行機は揺れましても飛行船の投資はございませんが、皆様の安全のためベルトサインが点灯した折には着席の上ご視聴いく位置にしっかりとシートベルトをお締めくださいませようお願いいたします。それでは到着まで間ごゆっくりお進みくださいませ。ご搭乗ありがとうございます。
感じで。